川崎の中原区にある等々力緑地で5月18日から27日まで第10回川崎市園芸祭りが開かれました。会場には季節の草花をはじめ鉢物、植木などを売る店が並び大変なにぎわい。中でも人気を呼んだのは市内で作られた新鮮な野菜の即売会。市価の 2,3 割安とあって飛ぶような売れ行きです。また今年は国際児童年、これを記念して餅つき大会など子ども向けの催しが企画され、園芸祭りを一層にぎやかなものにしました。このほか日本庭園での野立て、会場に彩りを添えた花の品評会、こうして9日間にわたって開かれた春の園芸祭りは17万の人を集め、盛況のうちに終わりました。